一度も負けずに500万手にできるのはこの手法だけですが、依存には注意してください。はい、どうもバイナリー投資塾のよすけです。今回の動画はついに爆誕、シンプルすぎる条件に従うだけで知識経験のない完全初心者が1週間で500万を手にした荒稼ぎ手法、こちらをプレゼント付きで大公開していきたいなと思います。いきなりですが、あなたはこんな悩みを抱えていませんか？一生懸命勉強してるはずなんですが、なかなか利益獲得までつながりません。トレードは毎日継続してやってるんだけど、いかんせん全く勝てない。これは実際にね、僕の LINE 読者さんから相談があったんですが、おそらく同じような状態の方ってめちゃくちゃいるんじゃないでしょうか。一般論で見ればこの2名ってね、非常によく頑張ってます。勉強が大事なんて誰しもがね、小さい頃から言われてると思いますし、継続はね力なりなんてこともねあるくらいですから、確かに重要なことであるんですが、実はこれってバイナリーで資金を溶かす、つまりは勝てない一番の要因になるんですね。これなぜだか分かりますか？答えはシンプル、優先順位を間違えてるからです。バイナリーで長期的に成功するためには、いかに早い段階で成功体験を作れるのかっていうのが重要になります。そのためには何からすればいいのかっていうことで、今回の手法です。冒頭でも触れたんですけど、今回の手法、理解できない人はこの世にいないぐらいシンプルな条件なのに、完全素人でも1週間に500万円は硬いんです。しかもいろんなシステムが持つメリットを一つに集約したことで、根拠やロジックは超強力。今回はですね、この有料すぎる手法を動画を見てくれてるあなたに完全無料で体験してもらおうと思っています。その中で重要になる使い方やワンポイントアドバイスはこの動画1本で完結させていくので、必ず最後までご覧ください。ぜひね、この手法をきっかけに成功体験を作り、失敗しない不労所得者になってください。今なら LINE 登録者限定で裁量トレード、システムトレードで勝率 20% 以上上がるトレードノートを完全無料でプレゼントします。実際に取り入れたバイナリー歴1週間でマイナス収支だった初心者が、今や単発勝率 90% の精度を誇っていますし、その他にいかなる相場でも月収200万円を安定してキープできている方もいますので、効果は一目瞭然です。記入方法についても具体的に記載していますので、スキルアップしていきたいって方は僕に LINE でね、トレードノートとメッセージをお送りください。ではね、早速ちょっとやっていきたいなと思うんですが、まず最初にね、実績からお見せしていきたいなと思います。で、今回の人ね、エントリーポイントはめちゃくちゃ多いわけじゃないんですが、かなり精度の高い方法となります。僕は普段ね、どのくらい利益が出るのかっていうね、実績を結構お見せするんですが、今回はどれくらいの利益が出るかっていうよりは、どのくらいね練習数を誇ってるのか見てほしいなと思ってます。これ実際に勝ってるポイントに関しては青い達線、負けてるポイントに関してはね赤い達線を引いているんですが、圧倒的に勝ってるポイント多いっていうのが十分わかるかなと思います。さて、今回の手法ですね、パラボリック OBV っていうインジケーターを使用していきます。こちらはいくつかのインジケーターのいい点だけを汲み取って一つにしたようなものなんですが、トレンドの方向や切り替わりを見極める中で視野を広げてくれる役割を持っています。つまりパラボリック OBV を使用することでトレンド方向を明確にすることができるわけです。詳しい説明はね、後ほどしていくんですけども、スムーズにね理解して最短で稼ぎ出すためにも、今の話を踏まえた上でちょっと聞くようにしてください。ちなみになんですが、こちらはね MT4 にデフォルトで入っていない、いわば外部インジケーターとなります。そのためただ設定するんじゃなくて、別途のねダウンロードが必要になります。ちょっと難しそうだなって思った方も中にはねいるんじゃないかなと思いますが、安心してください。今回のパラボリック OBV は完全無料であなたにねプレゼントさせていただこうと思っています。この動画内で受け取りから導入の方法までバッチリ解説しますし、使用方法や実践トレードを交えた説明もしていきます。初心者の方でもつまずくことなくしっかりとマスターしてすぐに実践に移していただけるので、自分が稼いでいる未来を想像してワクワクしながらこの後のね話も聞いてほしいなと思います。それでは早速ねインジケーターを入れていきましょう。まずこちらの挿入、インジケーターのカスタムの中にありますこちらですね、パラボリック OBV、 こちらをね選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まず全般のところでこちらで一番上、必ずチェックを入れるようにしてください。でシグナルセットの変更を許可するですね、3つともチェック入っていれば OK です。次に色の設定ですね、こちらを押していただいて
基本的にはねこのままで構いません。自由にね設定を変更してもらっても全然構わないので、例えばまあ線の太さですね、分かりやすいようにちょっと太くしたりとか、まあ、分かりやすいね配色にするっていうのも全然ね取り入れてもらって OK の部分ですので、自由にねちょっと変更してみてください。それではねこのまま設定していきましょう。以上で挿入と設定はね完了です。インジケーターそのものをダウンロードする方法に関しましては、この動画をね最後まで見ていただくことでプレゼントとして受け取ることができます。無料で使用できるこのチャンスですね、必ず見逃さないようにしてください。さて設定が完了したところで、知らない方がほとんどであろうこちらのねパラボリック OBV がどんなインジケーターなのか、こちらについてね紹介していきたいなと思います。先ほども軽く説明したんですけど、こちら主にトレンド方向を明確にする目的でね使用されるインジケーターになります。これ見ていただくと分かるんですけど、このように灰色のラインと赤色のライン、緑と赤のドットというね3つがチャート画面に表示されています。でこれそれぞれ何なのかっていうと、こちらですね、灰色のラインが OBV、 まあオンバランスボリュームですね。赤色のラインが OBV の移動平均線、緑と赤のドットがパラボリックを表しています。ちなみにこの中の OBV なんですが、出来高の推移から相場の方向性をねオシレーターながらもトレンド系っていう結構面白みのあるねインジケーターになります。若干難しく聞こえるんですけども、あくまでもこれのね強みが今回のパラボリック OBV に含まれてるっていう形になりますし、その他も同じです。なので実際のエントリー条件やチャートの見方についてはね非常に簡単なんです。そこはね安心してください。実際のトレード映像を交えながら解説していきますので、しっかりと聞いておいてください。はい、そしたらそろそろねエントリーできそうかなというポイントですね。はい、したらねしっかりと条件位置の確認ができましたので、10万円ですね、こちらで半エントリーを1本だけ仕掛けました。まあ、今回はサブチャートのみにね注目してもらえれば問題ありません。まあ、ここまでちょっとなんかこう小難しくね感じた方も、実際この後の解説聞いてもらえれば一発で理解できるかなと思います。でまずこうハイエントリーポイントとしてのね条件解説なんですが、今現状ね、まあ、緑色になってるんですが、もともと赤色の状態でね推移してる部分から緑色のドットに切り替わる瞬間ですね、これを確認してください。でこの確認ができ次第次の足でハイエントリーを行うと、もう条件自体はたったのこれだけとなります。まあ、実際ねこうやって聞いてもらっても分かるように、ぶっちゃけ難しいことは全くないので、ちゃんと切り替わり部分だけに注目してもらえればなと思います。でまあ勝率自体ね、もちろん十分なもの取れてるんですが、この後ワンポイントアドバイスっていうところでね勝率を安定させるためのある秘策についてお話ししていくので、そこもねしっかり聞いておいてください。はい、そしたらしっかりとね要線が形成されておりますので、問題なくね勝つことができました。まあ、今回10万円でのエントリーですので9万円ですね、こちらの利益の獲得となります。はい、では続いてねローエントリーポイントとしてねちょっと待機してるんですが、はい、したらねしっかりと条件位置の確認ができましたので、まあ、10万円ですね、こちらでローエントリーを1本だけ仕掛けました。今回現在足でドットがね切り替わりますので、そこは覚えておいてください。でもともとね緑色だったものが赤色に、ね、切り替わったことを確認、その確認をしていただき、ちゃんとね確定したっていうところまで、ね、確認ができましたら、次足でローエントリーを行うようにしてください。まあ、条件は、ね、たったのこれだけとなります。まあ、時間までねちょっとありますので、このまま待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりと陰線が形成されておりますので、問題なくね勝つことができました。まあ、今回10万円での、ね、エントリーになりますので9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらハイエントリーローエントリーね解説してきたんですけども、どうでしょう、実際見てわかるようにねドットの切り替わり部分が、まあ、基本的な、ね、エントリー条件となり、まあ、タイミングさえ間違えなければねしっかりと利益に変えていけることが分かったかなと思います。まあ、基本的にはドットの切り替わりって言ってもね色で基本的にわかるんで、緑と赤のね色の違いが分かる方であれば誰でも習得できるんじゃないかなと思います。それではここでワンポイントアドバイスということで、勝率をねガッと引き上げる方法をお伝えしていきます。ここにボリンジャーバンドを加えます。ちょっとじゃあ入れてみましょうか。こちらの挿入インジケーターのトレンドの中にありますこちらボリンジャーバンドですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。こちらの設定数値に関してもね後ほど、まあ、お伝えしていきますので、必ず正しいものを入れるようにしてください。設定できましたらね挿入していきましょう。はい、そうしましたらこんな感じで、ね、設定されれば OK です。基本的にはボリンジャーバンドはね反転すると
反発する根拠をね持ち合わせているんですが、ロウソク足とボリンジャーバンドね位置関係を見るようにしてください。ハイエントリー条件に関してですね、ロウソク足がマイナスシグマ、この下のシグマに触れてるか、もしくはこの中でねとどまってることを確認してください。結構ね上のシグマに触れちゃうこともあったりするんで、そういった場合はねなるべく避けるようにしてください。騙しの可能性があるんで、ローエントリーはね逆にまあ上のバンド、上のシグマにね触れてること、ロウソク足が触れてることか、もしくはまあ触れてない状態確認できましたら、ローエントリー条件としてね成立してるポイントですので、実際ねこのショートで入れる際はそういった部分にもねちょっと意識を向けるようにしてください。それではここで結構ね大事な話ちょっとするんですけど、バイナリーオプションで負け続けてしまう人っていうのは根本的な考え方がずれてしまってるってことがね非常にやっぱ多いんです。小手先のねテクニック、これだけ知っててもなかなかやっぱ勝つことってできません。そこで今回ねバイナリーオプションで負けないために最低限ね知っておくべき大事なことをギュッとまとめてちょっと解説します。まず1つ目、2分の1を当てるだけでは勝てないっていうテーマなんですが、このバイナリーオプションって今の相場が指定した時間になった時にハイかローをね当てるだけ、単純に考えれば2分の1じゃないですか。まあ、言えば勝率だけで言うと 50% ですよね。それなら大きなマイナスになることないと勘違いしてしまうね初心者の人は大勢います。ただ勝率が 50% だとプラマイゼロどころかマイナスになってしまうんですよね。バイナリーオプションって予想が外れるとかけたお金を全額失うんですが、反対に予想が当たったとしても2倍じゃなくて 1.9 倍前後しかねペイアウトされません。これがバイナリーオプションに潜む罠です。罠って言ってもペイアウトされる倍率はね隠されてるわけじゃなくて、この画像のようにペイアウトの倍率っていうのはきちんと表示されています。見ての通りペイアウトのね倍率っていうのは 1.85 倍から 1.98 倍とね振り幅は結構あります。もっと厳密に言うと、さっき 1.9 倍前後って話しましたけど、スプレッドの取引とかね 2.3 倍とかあるんですよ。ただエントリータイミングっていうのが若干ずれたりするんで、だいぶ不利なね取引になってしまうんですよね。スプレッドの、ね、取引ってする方ほとんどいないんで、代表的な取引方法と時間でのねお伝えにはなります。そこだけちょっと理解しておいてほしいんですが、勝率 50% がじゃあ勝てない分かりやすい例をね紹介したいと思います。例えば軍資金が10万円でペアアウトの倍率が 1.9 倍の判定時間に毎回1万円をかけた場合、当たれと外れをね繰り返して10回中じゃあ5回当たったとしても最終的には9万5000円で5000円の損失なんですよ。このようにずっと同じ金額をかけて勝率が 50% だと収支はプラマイゼロどころかマイナスになってしまうんですよね。バイナリーオプションでプラスの収支にするには目安として勝率 54% 以上が必要だと理解しておいてください。これがまず1つ目で、2つ目なんですが、インジケーターを覚えれば 100% 勝てるようになるわけではないという部分です。でバイナリーオプションでエントリーをする際にチャートを見てインジケーターをね参考にしつつタイミングを決めます。よく知られてるインジケーターってこの辺りかなと思うんですが、これ以外にもインジケーターってねもう何百種類ってやっぱ存在します。でインジケーター全て覚えれば 100% 勝てるようになるのかって言われたらそうじゃないんですよね。それぞれのインジケーターの使い方や特性を覚えるのはもちろん大事、ただ全て覚えていては時間がね正直いくらあっても足りません。それにインジケーターは単なる道具に過ぎず、その道具が役に立つ場面でうまく使えないと意味がないんですよ。具体的にはこのインジケーターはこの場面で使えるなっていうね情報だけじゃなくて、このインジケーターはこんな場面で使えてこんな場面では使えないっていうね身につけ方をするのが勝つためのコツなんです。今回お伝えしたことはこの主張に限らず投資をする上でのね覚えておいてほしいような内容となります。はい、そうしましたら今回パラボリック OBV のワンポイントでねちょっとお伝えしたこうボリンジャーバンドをね組み合わせる方法について解説をしてきました。基本的にはインジケーター単体でもね十分な収益、まあ十分なね勝率は取れるんですが、プラスアルファのものをね取り入れることである程度高い勝率だったりとか利益をね安定させるっていうところにもつながってきますので、ぜひ今回のねこう2つのインジケーターに関してはなるべく組み合わせて使ってみてください。それでは今回紹介してきたねパラボリック OBV とボリンジャーバンドの設定数値についてですね、これからお伝えする条件を全て満たした方に完全無料でお伝えします。条件はね全部で3つあります。まず1つ目、僕のチャンネル登録をすること、この動画にねいいねを押すことです。そして2つ目、この動画に何でも構わないのでコメントをください。この主張を使う上での、まあ、意気込みだったりとか、こういう企画やってほしいとか
こういうインジケーターをね組み合わせた塩を紹介してほしいとか、この人の塩を検証してほしいとか、まあ正直何でも構わないです。実際自分にとってまあスキル向上にねつながるようなもの、こういうのねやってほしいとかがあれば、ぜひね気軽なくコメントにね入れてもらえればなと思います。じゃあ最後 LINE でねキーワードを送信してほしいんですが、こちらキーワードは成功体験になります。これはカッコ外してキーワード単体で構いません。 LINE でねキーワードをお送りください。 LINE の一番簡単な登録方法、こちら概要欄に LINE 追加できる URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。まあ手順がねわからない人のために、今表示されている手順、こちらをね参考にしてください。まあスマホ用のね手順にはなりますが、パソコンの方はねタイトルの下の方に URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。それでは本日の授業はここまで。